フアンガブリエル・カストロは、メキシコ合衆国シナロア州、ロスモチス出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウトをミギウチ。2020年シーズンにより、MLB のフィラデルフィア・フィリーズで内野守備コーチを務める。1991年にロサンゼルス・ドジャースと契約してプロ入り。1995年9月2日のモントリオール・エクスポズ戦でメジャーデビュー。 打撃は非力と言われていたが、シンシナティレッツ時代の2003年には113試合に出場していずれも自己最高の81安打、9本塁打、33打点の成績を残している。2006年にはワールドベースボールクラシックメキシコ代表に選出され、声優劇手として堅実な守備を見せた。2011年7月10日に引退を表明。 2013年に第3回 WBC メキシコ代表のコーチに選ばれた。2016年からドジャースのクオリティアシュアランスコーチに就任し、2年間務めた。2017年シーズン終了後にはメキシカンリーグのティファノブルズの運営部長へ就任した。2019年11月に開催の第2回 WBSC プレミア12では、 メキシコ代表の監督を務めた。2020年シーズンからはフィラデルフィアフィリーズの内野守備コーチを務める。堅実で華麗な守備が持ち味。一塁手以外なら基本的にどこでも守ることができる。打力に欠けるため、準レギュラーとしてプレーしていることが多かった。ありがとうございます。